by みきのみこと。皆さんこんばんは。政治語りナビゲーターの影山真澄です。日本酒の素晴らしさを世に広めるべく展開しております日本酒キャラクタープロジェクトみきのみこと。この番組では清酒の巫女を演じる声優とともに、みきのみことにご参加いただいている蔵と銘柄の関係者をゲストにお迎えして日本酒銘柄にまつわるお話をお届けしていきます。今夜ピックアップする一の蔵、キャラクター一の蔵ですが、なんか寝起きはとても機嫌が悪いそうでございます。影山はですね、寝起きはとってもいい方だと自分では思っているんですが、特に夜お酒をしっかりと飲んだ次の日は目がパチッとこうサッと起きられる感じです。飲まない時の方がなんかこう寝起きゴロゴロして、朝次の日パッと目が覚めたいなっていう時の方が前の日しっかり飲む感じでございます。それでは聖書語り by みきのみことスタートです。聖書語り by みきのみこと。改めましてナビゲーターの影山真澄です。さて今回番組がピックアップするのは一の蔵になります。まずは一の蔵を演じるこの方です。皆様こんばんは、一の蔵役岩沢俊樹です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやーすげー緊張してますそうです、今日私も初めましてなんですけども、はい、岩沢さんあれですか、はい、鈴木社長、この後一の蔵の社長に出ていただくんですけれども、はい、お会いされたことははないですね。ないですね。最初いただくのも話し始めてなので、もうちょっと初めてつぐしでだいぶ今緊張しております。どんなこと聞いてみたいとかありますか。やっぱりこうどういう思いで今こう作られていくか、こだわりですとか、うんうん、やっぱそういうところですかね。なんかこう事前にこういろいろこの社長の方のこう情報をこう見せていただいたんですけれども、ちょっと気になる情報がいっぱいあったので、はい、ちょっとその辺追求していきたいな聞いていきたいなと、はい、思っております。はい、はい、では鈴木社長にご登場いただく前に、ここで清酒の巫女、はい、一の蔵さんに一の蔵酒造株式会社の紹介をしていただきたいと思います。それでは一の蔵さん、よろしくお願いします。ここからは一が株式会社一の蔵について紹介する。一の蔵は宮城県大崎市にある酒蔵。宮城県内にあった4つの酒蔵が一つになってできた。初代社長はこの4つの酒蔵の人たちに力を合わせて新しい蔵を作り、できるだけ手作りの仕込みを残した高品質の酒を作ってほしいって伝えた。だから一の蔵は今も手作りの仕込みをしてる。ずっと伝統を守ること大事。でもきっと進化してきたこと、変わったこともあるはず。今の一の蔵の酒作りについて聞いてみたい。一の蔵さん、ありがとうございます。それではご登場いただきましょう。今回はリモートでのご出演となります。株式会社一の蔵代表取締役社長、鈴木仁さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。お忙しい中ご出演いただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お久しぶりです。実は私前に、そうなんです、前に一の蔵を楽しむ会で、はい、お会いしたことがありまして、東京の渋谷にある酒と魚というお店で、酒の会に参加させていただいた時に鈴木社長にお会いしてそうだったんですね。そうなんです、4年5年ぶりぐらいですかね。お久しぶりです。今日よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。本当にご縁に感謝申し上げます。よろしくお願いいたします。お願いします。まず恒例の事前アンケートにお答えいただいているのですが、個人編からいくつか抜粋しつつ、はい、鈴木社長のご紹介をしていきたいなと思うんですけれども、今もともと鈴木社長は蔵を継ぐような形だったんですか。そうですね、生まれた家は酒蔵に生まれましたので、その後その
一の蔵という会社に企業合同していくんですけれども、もともと生まれ育ったのは酒蔵で生まれました。あ、そうなんですね。なるほど。それまでに他の職業とかも疲れたりしたんですか？あのですね、大学はですね醸造の勉強に行ったんですけれども、アルバイトの勉強ばっかりしてまして。アルバイトの勉強とは、まあ、あの結局アルバイト先にそのまま就職して、結果的に異業種を長く、10年ぐらいやってからの蔵に戻ってきたということです。アルバイトって何をされてたんですか？コンサートとかライブのアルバイトからそこの社員になってということで、東京でしたので、ですので、あの文化放送さんなんかは事業部の方に非常に可愛がっていただいて。そうなんですね。まさか文化放送にまで愉快になるなとは。そのまんま働いてたら、まさか、今日スタジオで働いてたかも。もしかしたらここにいたかもしれないっていう可能性があったわけですからね。はい、あの、地元の FM 局でもバイトしたことある。しかしそっちのこうメディア関係に興味があられたっていう感じだったんですね。そうですね。あの毛色の違う良い20代を過ごさせていただきました。なるほど。その後2004年に入社されて、そこからはあの蔵ではどんなお仕事されてたんですか？あのまずあの入りまして、酒造りからやりました。あの、酒造りの修行ですね、一通りやりまして、そこからあの本当は酒造りもっとやりたかったんですけれど、こう早く次は経理に移って、要はあの経営のそろばん勘定を覚えろということですね。でその後はもう営業ですよ。お酒今度売る側もやってこいと。はい、本当は長くもあの酒造りずっとやっていたかったんですけども、で社長に至るということでございます。はい、そのアルバイトの時のそのお仕事とかね、そのメディア関係の経験が今生きてることも中にはあるんじゃないですか？はい、そうですね。ですので、あの、影山さんにあの出ていただいたのは小さなお店の小さな一の蔵を楽しむ会でしたけれども、やっぱり大きなそのホテルの宴会場で、500人とかという規模の酒を会とかですね、それからあの去年あの三木の御事のあのも出ましたけれども、新宿で行われるような 大きなああいう日本酒フェスティバルみたいな、大好きですね。そういう賑やかな感じなのはなんかあれなんですね、鈴木社長はお好きなんですね。もともとですね、あの神社 あの門前町で生まれてるもんですから、裏山があの、宮城県でも、東北で一番大きな神社が裏山なんですね。ですからこの地元で あのお祭りっていうのは必ずあのもう子供心から参加してますし、大人になっても今みこし担ぎ現役ですから。すごい。はい、あの根っからの祭り好きでございます。あ、なるほど。その辺の話もちょっと詳しく聞きたいですね。はい、そう、好きなもののところに、もうお祭りと一言ね書いていただいてますし、特技はお祭りみこし担ぎといただいているので、まさに根っからのお祭り男ですね。全国のですね、宇治子の役員もやってます。はい、だから偉いんです。そうなんですね。はい、でもかなりいろいろなイベントをこちらの資料で見させていただいてるんですけれども、このコロナ禍の前に実施していたこの微生物林間学校っていうのは一体どういったイベントなんですか？はい、これはですね、あの評判いいんですけれども、あの夏休みの最初の週ですね、宮城県ですと7月の下旬夏休みが始まるんですけど、ここに小学校5年生6年生を蔵に集めて、お酒飲ませるわけにいかないので、そうですね、パン作りをやっていただいたり、顕微鏡であの酵母を見てもらって、テキストが20ページぐらいのテキストを用意しておくんですけど、穴埋めで例えば校長先生が言った言葉をそのまま書いてって、校長先生は私なんですけど、はい、顕微鏡で見たのをそのまま書いて、で最後に何年何組な何の誰それって書いて、これ夏休みの自由研究で提出できる。あ、素晴らしい。素晴らしい。なので親御さんから
ありがとうと感謝されるわけですね、はい、うちの娘初めて親の手を借りずに自由研究を終えてこれからはうちの蔵しか飲まないよということで、もう素晴らしいですね。ファンが増えるわけですね。ファンがどんどん増えていってね、はい、こう それだけじゃないんです。ほう、はい、あの二十歳になった自分へということで小学生に手紙を、自分宛ての未来への手紙を、あ、素敵。そのお酒が飲める時になった瞬間の自分へ向けてと、うん、はい、で二十歳になった頃に、まあ、お盆かお正月なんですけど、はい、実家にその手紙をとお酒を送りつけるんです。すごい嬉しいですね。それ粋なイベントですね。本人もあの父兄の方々もこれ絶対もう忘れてるんですよ。そうですよ ね、 そうですね。突然何が届いたんだろうって、はい、小学校5年生の頃 の、 あの手紙が来て、そういえばあれ書いたなみたいな、恥ずかしい、思い出しながら恥ずかしい彼らはあのもうあの二十歳になって、それからはあの、うん、一の蔵しか飲まなくなった。なるほど、素晴らしい健康投資でございます。英才教育ですねとも、いいです。いや、なるほど、すごい素晴らしい、想像以上になんかもうすごい素晴らしい粋なイベントですねありがとうございます。いいな、いろんな小学生に受けていただきたい。そうですね、うん、もうそこから、ね、一の蔵に興味を持ってさらにその一の蔵に就職する人も出てくるかもしれない、ね、中にはね、私の夢はあのその中からノーベル賞の受賞者が出ることが夢です。なるほど、微生物とかそっちの方向もね、いろいろ興味が湧くかもしれないし、ね、はい、なるほど、いやすごいすごいですね他にもですね、いろいろお伺いしてるんですけれども、うん、これはうちの蔵だけかなという決まり事というか、なんかそういうものはありますか、イベントとか行事でしたり、イベント、あの私お祭り好きというか、あの、まあ、あの神社にいろいろ関わるんですけれども、もともと酒造りっていうのは、まあ、古来から酒造り自体が神事、神様ごとなんですよね。ですからあの酒造り、まあ、節目節目にあの行事が、あの神棚の前で、神主さんを呼んでという行事があるんですけれども、その中でもです、まあ、どこの蔵でもそうだと思うんですけれども、その中でも一の蔵の場合はちょっと特殊なものがありまして、あの宮城県のもともとの江戸時代からあの酒蔵の蔵人さんが始めたあの裸参りという行事が宮城県にはあります、はい、仙台の神社であの行われるのがあの一番有名なんですけど、もともと酒蔵の蔵人が冬の、缶作りの最後のですね、神頼みですね、良い酒がいきますようにということで、晒しにふんどしで神様、まあ、雪の中神様をお参りするという行事で、その仙台の酒蔵さんが非常に繁盛したということで、今はあの仙台の町中 の、 あの企業が、1月14日お正月に必ずその裸参りという行事をします。4月、はい、一の蔵はこれはあのハードが、はい、そうですね、一の蔵は蔵人総出でですね、塩釜神社という神社に裸参りをして、うん、はいはい、私が先頭を走って参りに申し上げます。すごい、その結果がもう一の蔵が発展していってるってことですからね。そうですね、そう思いながらありがとうございます。よくそんな時にあの裸参りしたら風邪ひくじゃないのって言われるんですけど、そうですね、1月ですからね。逆にあの風邪ひかないためにお参りするんだ。なるほど。クラブには付き合ってもらってます。はい。はい、なるほど。それでは、うん、鈴木社長、改めて株式会社一の蔵のご紹介をお願いしてもよろしいですか。うん、はい、株式会社一の蔵、銘柄は一の蔵という酒を作っております。昭和48年に宮城県内の小さな酒蔵が4つ企業合同したというところなんですけれども、蔵を建てた、あの新しい蔵を建てた場所はですね、宮城県の大崎市というところにあります。大崎市松山、この宮城県北部はですね、実はあの世界農業遺産大崎高度という指定地でございまして、非常にあの良質な米が取れる場所でございます。世界農業遺産のど真ん中で酒を作らせていただいている、そして潤沢なあの良質な湧き水も湧く場所に酒蔵を建てました、一の蔵すべて生活用水も井戸水でございまして、水道は来ておりません、はい、その良質な水の場所に
酒蔵を建てたということでございます。特にその大崎香道、非常に土を大事にしている江戸時代からのその伝統的な米作りをしている場所なんですけれども、特にあの環境保全型の農業、つまりあの農薬とか化学肥料を極力減らした農業というのが非常に盛んな場所で、我々もそれに取り組んでおります。その中でですね、酒造り、まあ、近代的な設備の蔵なんですけれども、そんなあの蔵の中ではですね、伝統的な手作りにこだわった酒造りということで、日夜あの蔵人が良い酒造りに励んでおります。なるほど、手作りはすごいですね、こだわってるっていうのは。そうですよね、あの量もねたくさん作ってらっしゃるから、ね、分量としてはもう手作りでやるには結構大変なんだと思うんですよね。かなりの、ね、時間と労力が、ね、かかると思うんですけどね、ですからあの純粋に蔵であの酒造りだけを行っているその蔵人があの40人います。わ、はい、大きいですね、40人ということで、あの、まあ伝統を引き継ぎながらという手作りの酒造りにこだわって、行っております。あの前のアンケートの中で、はい、あの壁にぶつかった経験、困った経験はという問いに東日本大震災とお回答いただいたんですけども、ね、今月であの丸10年経ちますが、具体的にどんなことがあったんですか？そうですね、あの本当にか壁だったのかというふうにあの今思えばなんですけれども、うん、当然その、まあ、大きい揺れでということで、まあ、あの宮城県というのは大きな地震があるよというふうに言われていて、まあ、30年おきに宮城県大地震がありましたので、覚悟はしとったんですけれども、あの、まあ、正直言って絶望的な津波、大津波の被害ということで、我々のやっぱりお得意先である酒屋さんなんかもですね、沿岸地にたくさんあったわけですけれども、この、まあ、特に漁師の方なんかは一ノ倉のファンの方もたくさんいらっしゃった中でですね、あのこれはもう絶望的なあの10年前でした、あの酒を作っていいのかなというところまであの正直あの思った時でしたけれども、その後ですね、実はあの岩手県のこれはの南部美人という酒蔵の当時専務さん、今社長の藤光介さんが覚えてらっしゃいますでしょうかね、自粛してくださいと、花見はぜひやってくださいと、お酒飲んでいただけますか、ぜひそのあのお花見て東北の桜はどうなってるかなっていうふうに思いを思っていただければありがたいですというようなことを呼びかけがあったあのあとですね、ですから桜が咲いた後4月になってからでしょうか、全国から全世界から東北頑張れと、東北の酒蔵頑張れと、一ノ倉頑張れということで、まあ、我々本当に絶望で壁にドンとぶち当たっても壁の先は当然見えないような壁だったんですが、突然開いた、その壁が開いたというのが、あの富士山の呼びかけ、それから全国からいただいた応援でした。昨日のことのように思い出します。でしたよね、我々も想像絶するね、多分苦労があれたとは思うんですけれども、その皆さんの、ね、こう協力があって今のこう石倉さんがあって、そうです、ね、我々こうやって美味しいお酒を飲ませていただいているっていうのは感謝しかないですね。本当に今飲めるのがすごい幸せですよね。本当にありがたいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの今夜は一ノ倉酒造さんのお酒から、今おすすめのお酒をご協賛いただきました。いいですね、はい、こちらのお酒あの社長からぜひご紹介をお願いしたいんですが、お願いしてよろしいでしょうか。本日ご用意させていただきましたのは、はい、ご存知一ノ倉特別純米酒二季の御事です。はい、皆さんご存知皆さんご存知、はい、素敵なラベルでございます。ラベルのお酒でございます、はいはい、こちら中身の方は、はい、宮城県産のお米 100% です、味わいの異なるですね、2種類の米を使っているんですけれども、それぞれ単独で、お酒を仕込んで絞った後に
その別々な味わいの米でできた酒をブレンドして、お楽しみいただいている、ほのかな甘みと、それからキュッと切れる辛口、これは両立した、楽しめるお酒ですので、ぜひお試しいただければと思います。先ほどね、我々もちょっと試飲させていただいたんですけど、ね、はい、ぐっと味わいもすごくぐっとあって、美味しい。とくるんですけど、こうすっきりこう流れていく感じもあるっていうのね。お料理とかにもね、合わせて飲むのすごい最高に美味しいんじゃないかな。もう僕も以前これもビンゴといただいたんですけれども、はい、久しぶりにまたいただいて、やっぱ改めて美味しいなと思いましたね。これちょっと持って帰って大丈夫ですか？持って帰って、はい、やった OK が出ました。やったありがとうございますはい、ありがとうございます。ということで、そんな一ノ倉さんですが、はい、改めてキャラクター一ノ倉さんを、岩沢さんからご紹介いただこうかと思います。はい、じゃあ私の方から一ノ倉というキャラクターについてご説明させていただきたいと思います。はい、画面出ましたね。身長173センチ、趣味は崩し将棋、おすすめの品は酒カラスカラシ、ね、酒カスカラシ漬け大、酒カスカラシ漬け大根失礼いたしました。難しい、普段は口数が少なく、何を考えているかわからないほどマイペースな性格、寝起きは機嫌がとても悪い、行動を共にしている裏霞には一ノ倉の考えがわかるらしく、一ノ倉自身も裏霞にはよく懐いており、心を開いているということなんでございます。確かに本当にマイペースな子でございまして、で裏霞が結構やっぱ普段からこうちょっとぼやっとした感じの子で、なんかみんなに他のこう巫女たちから突っ込まれてるんですけど、うんうん、なぜかこう裏霞という時に限ってこう突っ込みに回るんですよね。あ、一ノ倉さん普段は喋らないのに、普段喋らないのにやっぱ結構裏霞がボケるんですよなるほど、コンビ的な仲良しがあるんですね。なんか裏霞の方はなんかあえてボケてるみたいなこと言ってるんですけど、あれ多分天然だと僕は思ってるんですなるほど。第8回放送の時に、裏霞を製造している株式会社サウラの、ね、はい、サウラ社長にもいらしていた、いただいたんですけども、鈴木社長と、うん、サウラ社長のご関係っていうのはどんな感じなんですか？そうですね、詳しく話すと長くなってしまうかもしれないです先ほど一ノ倉は宮城県内の酒蔵が4社、はい、企業合同した酒蔵というふうにご案内しましたけども、私の鈴木家の酒蔵はもともと宮城県の塩釜市というところにありまして、はいはいはい、ご存知かと思いますが、浦霞さん、塩釜市ですよね。はい、浦霞さんの蔵は私の家のすぐ隣でございます。お隣さんなんですね。近所付き合いだったという。幼い時からの、もちろん先々代先代からのもう代々続くお付き合いございますけども、佐浦社長に関しては私は佐浦先輩と呼ばなければいけない学校とかも一緒とかそんな感じですか？中学高校とか小学校一緒です。幼稚園も小学校一緒、はいはいはい、中学校は私私立行っちゃったんですけども、あ、そこで別れちゃったんですか？ただ、はい、やっぱりその町のその上下関係、それから業界の上下関係もありますので、うん、佐浦先輩がこの髪、白い髪を、この髪は黒いねと言ったらですね、はい、先輩黒いですと言わなくてそんなに厳しいんですね上下関係はい、懐いておりますなるほど、ちょっとなんか関係性は違うけど、やっぱ仲良しなのなら仲良しってことなんですね。そうですね、はい、大変可愛がっていただいて、いつもお世話になっています。仲良しでよかった、はい、そしてキャラクターのことなんですけれども、鈴木社長はキャラクターをこう作るにあたってっていうのはどれぐらいご存知だったんですかね？企画の方でいろいろ話があって、私の方はもう大賛成でお願いしますということで話していたんですけれども、何かリクエストとかあったんですか？一ノ倉の、まあ、私今着てますけど、このユニフォーム、まあ、反転ですね、はい、まあ、色合いをベースにキャラクターを作っていただけるということで、うん、はい、黄色、青、そしてちょっと見えますかね、赤い、赤、これはトレードマークも入ってて、はい、僕も今着てるのはこの一ノ倉も赤ですからね。あ、そうですね、はい、黄色と赤、青と赤というベースの色を基調にキャラクター作っていただいたので、うん、本当にありがたいなというふうに思っておりました。なるほど。でも僕にはすごいやっぱり気になるんですけど、実際にその声を当ててその一ノ倉っていうキャラがこう完成した時にやっぱどういう印象を持たれたのかなっていうのはやっぱ非常に気になるところですね、僕としては。そうです、ね、眠たそうにしてくれというふうなリクエストはしてなかったと思うんですけど
いろいろ演じていただいていてありがとうございます。やっぱキャラそうですね、こう実際ちょっとやっぱ他のキャラと比べてもうかなり個性的なキャラだな、ね、と思ったので、まあでもあの、ね、気に入っていただけたんなら本当によかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後も頑張らさせていただきます。はい、ありがとうございます。そしてここで、はい、あの質問メールをいただいておりまして、メールをちょっと、はい、1通だけなんですがご紹介したいと思います。私の方から読ませていただきたいと思います。式ネームルリさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。影さん、岩沢さん、そして鈴木社長、こんばんは。こんばんは。先日一ノ倉公式 YouTube チャンネルにて、酒造りのライブ配信がありましたね。お、私は蔵見学などに参加したことがないため、実際、製造工程を見られて勉強になりました。一生懸命お酒造りをされている姿を見ながら一ノ倉を飲むというどこか背徳感のある楽しみ方をしてしまいましたがお許しください。笑いということでございました。いいですね、作ってるのを見られるっていうのは。配信やってたんですね、うん、存じ上げなくてちょっと見られなかったんですけれども、はい、ありがとうございます。あの実はあの2月4日、うんうんうん、まあ、今年は2月3日だったんですけども、立春の朝に発売するお酒をあの、まあ、絞って仕込んでという仕込んで絞ってというところの、うんうんうん、あの夜中の酒蔵の様子ですから、あの担当者は徹夜であのライブカメラあの回しながらやっていたんですけれども、まあ、コロナで今こういう状況なのでそういうアイデアも出てきたかのかなと、あの以前だったらこうそこまでそんな発想出なかったなと思いながらあのオープンさせていただきました。でもあのライブ夜中のライブ見ていただく方がいたとびっくりしました。結構たくさんの方が見ていた感じだったんですかね。まあ、あのそうですね、あのご感想も蔵の方にもですねいただいておりました。お、このお酒がとか、うん、一ノ倉のいつも飲んでるこの酒こうやって作ってるんだっていうのがやっぱり見られるって嬉しいですよね。飲む時にもなんかそれがまた楽しみになったりとか。そうですね、うん、あの通常の蔵見学ではまた見えないところまでカメラが、そうですよね、上がれないところとかありますもんね。そうですね、ご覧いただきましたのでならではの良さではなのかなというふうに思います。アーカイブとか残ってないんですかね。アーカイブって残ってます。あ、残ってますか。あ、見よ、ぜひそれを改めて、あ、じゃあそれを見ながらまた美味しい一の蔵を飲みながら、はい、それをつまみにこれをねちょっと見ながら飲ませていただきたいと思います。いいす、ね、皆さんも、ね、はい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。うん、さて、はい、話も盛り上がっているのですが、そろそろお時間になってしまいました、はい、あっという間。そうなんです、この後は三木の御事のお知らせです、うん。聖書語り by 三木の御事。ここで三木の御事関連のお知らせです。今夜のお知らせは松野弥生栗色担当の天ヶ瀬一馬がお届けいたします。まずは三木の御事のオリジナルタンブラーが好評発売中です。聖書の御子の桃バージョンと神様&あやかしのうぐいすバージョンの2種類となります。三木の御事タンブラーで検索してみてください。続いて推しで推しが飲める三木の御事キャラクター彫刻ステンレスおちょこ全32種発売中です。楽天三木の御事で検索してみてください。そしてミコラベル種続々発売中です。詳細は公式ホームページ、ツイッターなどをご覧いただき、ぜひ蔵元のホームページなどからご購入ください。続いて三木の御事テーマソング CD 人とせ宵の縁が全国の CD 取扱店オンラインショップにて好評発売中。ぜひお買い求めください。さらに LINE クリエイターズスタンプ第1弾と第2弾発売中です。三木の御事で検索してみてください。そして三木の御事リバティンエイジコラボパーカーですが、ダッサイ桜政宗パーカーのデザインが決定しています。こちらの発売を楽しみにしていてくださいね。そして今週のミコカツ紹介です。今回僕が選んだのはニコさんのミコカツです。一ノ倉さんの未来へつなぐバトンは見るたびに、そして飲むたびに僕も頑張ろうって思えるお酒でして、同じ思いの方もいらっしゃるかなと思いまして選ばせていただきました。それに僕はしめさば大好きですしね、なんてニコさん、ミコカツありがとうございました。引き続きミコカツ報告もお待ちしています。
そして僕たち松野弥生の配信をツイキャスにて行っています。今回ご協賛いただいたお酒一の蔵特別純米酒三木の御事は僕の個人配信でレポートしたいと思いますので、ぜひ個人配信に遊びに来てくださいね。詳細は三木の御事の公式ツイッターをご確認ください。ということで本日の担当は松野弥生栗色担当の天ヶ瀬一馬でした。ありがとうございました。清酒語り by 三木の御事。清酒語り by 三木の御事、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組では酒造さんに聞いてみたい質問ほか感想などお待ちしております。そしてみこかつはハッシュタグみこかつをつけてぜひツイッターに投稿してください。なお投稿していただいた画像などは番組でご紹介させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。そして次回の出演者ですが、桜正宗株式会社企画部兼総務部部長の原田由美さん、そして桜正宗役の野島健二さんが登場です。メッセージの宛先は三木の御事の公式ツイッターのリンクからお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしております。最後にこの番組のアーカイブのお知らせです。この番組はバンナム TV でプレミア公開後、期間限定でアーカイブ公開します。そして今夜の一の蔵会のプレミア公開日時は3月13日土曜日の20時からとなっています。詳細は公式ツイッターをチェックしてください。ということで今回は株式会社一の蔵代表取締役社長鈴木仁さん、一の蔵役の岩沢俊樹さんをお迎えしてお届けしてまいりました。最後に鈴木さん、日本酒ファンの方にメッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。新東日本大震災から、10年、あっという間の10年でございました。ただこの10年間本当に全国の日本酒ファンの皆様に支えていただいて、今もいつも通りに酒造りを行うことができております。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。これからも良い酒を作ってまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして岩沢さんからも今日のご感想をお願いいたします。数年前に本当はこう一の蔵さんにお邪魔させていただく機会があったんですけれども、こう残念ながらこう諸事情によってねこう行く機会が流れてしまったので、直接こうやってお話をさせていただく機会をねこうやって設けていただいて本当にもう感謝でございます。ありがとうございます。いつかねまた本当は直接行ける機会があったらいいなと思いますので、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、今後とも頑張りますので頑張って演させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回ご登場いただいたのは株式会社一の蔵代表取締役社長鈴木仁さん、そして一の蔵役の岩沢俊樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーターは影山真澄でした。また来週、バイバーイ。バイバーイ。